どうも皆さん、こんにちは。プロチャンネルです。今日は何日だか分かりますでしょうか？ Hey Siri、 今日の日付は2022年10月14日金曜日です。はい、今日でですね、この iPhone 12 Pro が発表されてから2年が経過しました。はい、日数にしますと730日、早いですね。で、今年はですね、この iPhone の詳しい説明についてはやりません。こちらについては、過去、例えば、今年3月7日ですとか、1月9日、そして去年の、10月14日に、やりましたので、今年はやりません。で、前置きが長くなりましたが、今回はですね、そのお話ではなく、こちらですね、現在この iPhone 12 Pro には、iOS16.0.3 最新版が入っています。で、今日ですね、ふと設定の一般を見てみますと、ゲームコントローラーという項目が追加されていました。で、これは何なのかと言いますとですね、もちろんこの機能を使うにはコントローラーが必要になります。これは本当に当たり前の話ですけれども、今回はこの機能について詳しく見ていきます。で、まずコントローラーを接続しますと、ここにコントローラーの名称が表示されています。このコントローラーは Nimbus というコントローラーになりますので、ここに Nimbus という表示がありますね。近くで見ていきますとこんな感じです。で、まずですね、この機能、こちらタップしていきますとこうなりますけれども、で、ここでデフォルトのコントロールを押していきます。そうすると、ここにずらーっとボタンが表示されています。で、この機能はですね、各ボタンの役割を変更することができます。これだけ言われてもピンとこないかと思いますけれども、まずボタンを変更するにはですね、ここ、プロファイルというところですね。ここで新たなプロファイルを作成しなくてはいけません。で、初期の状態ですとデフォルトしかありませんので、この青いプロファイルを追加をしていきます。で、ここでずらっとボタンが表示されています。で、ここで自由にボタンを変更することができます。例えば A ボタンを押して、ここのメニューのところで B ボタンを選択していきます。はい。A ボタンのところに B ボタンと表示が出ましたけれども、今の変更することで、この A ボタンを押したときに B ボタンを押したときと同じような動作になるといった感じになります。はい。その他も、この方向キーですとか、様々なボタンを変更することができます。で、こんな感じです。好みに、カスタマイズができたら右上の完了を押します。はい。これでプロファイルが作成されました。で、この状態ですとまだコントローラー上に反映されていませんので、反映させるには、このコントローラーを押して、このデフォルトのコントロールで、このプロファイルを使用、ここを押して、この先ほど作成したこの新たなプロファイルを押します。はい。これで反映されました。こんな感じですね。非常に簡単に設定ができます。で、ここでですね、ゲームを追加することもできます。で、現在ゲームが一つも入っていないんですけれども、例えばマインクラフトをインストールしている状態ですと、ここにマインクラフトと出ていました。で、この機能はどういったところに使用ができるのかといいますとですね、アプリごとにですね、このキーの配列といいますかね、それを変更することができます。要するに使い分けができるといった点ですね。アプリごとに違ったこのコントローラーのカスタマイズをすることができます。こんな感じですね。ということで今回はこの、最近追加されたゲームコントローラーという項目、こちらについて、簡単に紹介をしました。最後までご覧いただきありがとうございました。